皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。やります、ソロリーグガッツソロやっていくんですけど、今回 UFO リーダー、 UFO の虹バチだけど UFO リーダー、まあ理由がキャラクターやってるから、かつサキバスを、いやー虹なんだけどちょっとフォアがやれないんで回しますね。これでいこうか。サキバスを使いたい。ただまあ裏先なんで、あれがコストが4っすね。ずっと回収するとコストがなくなっちゃうんで、そこだけ注意してやっていきましょう。さあまさかのラビタイフ、お取れるのそれ、マジ予想外すぎる。まあ倒したからとりあえずよし、ここサーキューでまとめたい。OK。まとめて。レビンの場所がうまいな。下っちゃうな。このサーキューでいこうか。吸い尽くして、火力下げて。な、死なないと思うんだけどな。ウルフ。OK、OK、OK。いいよ、いいよ。なるほど。さあ、遠吠え連打。いいよ、いいよ、いいよ。全然いい。かなり辛そう、相手。あとワンパンなんだけど、そのワンパンが入んない。で、もちろんやられている、サキバス。結構削ってくれたけど。これ、ナスでいくか、イカでいくか迷うな。ここ、サキュー行こう。マジそれ。うん。まあ、ナスでいくか。でかそれ、ガチでかい。待って、なナス負けそうな、リーダーだけどさ負けそうなんだけど。ナス OKOK、 来た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 、これはいい。ほい、オッケー。おスキル打って UFO コブリンでやれる。 OK。 おやれねえな、もうこんなにだ。イカイカナス攻めらんないなこれ。おう相打ち、あー一応なんか反対あるから守ろうか。なんかナスイカ、まあナスイカ両方引いちゃったからってのはあるか、しゃあないな。さて続いてやっていきましょう。攻め、まあ、UFO サキバスって攻めれる固定ではあるんだけど、まあ今のでもよかったか。ちょっとね、1個気になってる固定があるんですよ。バットを絡めるっていうのもちょっと気になってて。バット。バット固定、気になってるんですよね。いや、勝てるか分かんないけど、ありなんじゃないかなってぐらい最近バットが熱いと思ってて。まあただ UFO バットにしちゃうと3コスじゃないし、ちょっとあれかなって感じで、なんともいないんですけど。タイガーアウト。OK。なるほど。あ、最悪のタイミング、クソみたいなタイミングだわ。まあ吸い尽くしたらいいでしょ、いいでしょ別に。あ、危ねえマジこれ。全部持って帰るよかった、もうちょっとね。これ相手ミスってるね、全然こっちから切れるのに。取りで取ってるから片方。剣士置いてあげて、挟んであげて、やらせよう。取ったわ。で、デビル今回引いてるんで、デビルでやりに行く。まあ、マリオネット切られると思いますけど、
触れさえすれば、あとスキル打っても倒せる。即死入りやすい。まあもうデビル置いてもしょうがないけどね。もう相手いないからあれ。まあ、溜め起こすと。デビルいなかったかもしれない。あと4、3、2、1。OK。危ねえ。とりあえず UFO リーダーですね。まあキャラグラ何やろうかなって迷ってるんだけど。とりあえず、UFO やろうかな、作ったしってことで UFO 先きます。お、結構燃えた。はい。それでは続いていきましょう。これ何戦目？自分が何戦やったか覚えてない。これ、まだ3戦目か。いきましょうか。相手の声が聞いたことある声だった、聞いたことある声だったけど、出てこない。あ、キラビ。なるほど。あー、大型いたかな。魔導も引いてるし。あ、でもこれでいいんじゃないか。キラビ、まあ、多くはいらないけど、マミーが結構キラビを拘束してくれるイメージなんで。ね、デッキを設定をですね変えたんですよ。で変えた結果支援キャラがねとてもとても少なくなったんですよね。前線ゴリゴリ張りますデッキみたいな。はい、 OK、 もう一発出したね。まあ打てあ取れなかったけど、まあしょうがない。サイク切って、サイク射程勝ってるから、とりあえず大丈夫。サイクにやらせよ、しばらく。カンガルーをそこに切ってくる。カンガルーは割かしめんどくさいんだけど、オーク剣士で見て、やれるかな、オーク剣士で。やれるかわかんないんだよね、ちょっと。やってほしいな、これ。やりきってほしい。うん。あー、これ回収できないな、これ。しょうがない。まあ、多く回収したんだけど。いらないけど。そしたら、まあ、レドラで行こうか。まあ、寄ってくるんだけどね。寄ってこない寄ってこない、まあ、寄ってこないなら、壁ある。まあ、この後、引っ張られちゃうんですけど。あ、でも、スキルターンはこないで。まあ、撃たないなら撃たないでいいんだけど。あと、ワンパンだから、ね、取れるよ。あ、ワンパンじゃねえ。あれワンパンじゃない。どこに目ついてんだ。あ、それ痛いな。結構削られるんだよね。ただ呪いは成功。灼熱、素晴らしい。その灼熱でいろんなキャラがやれるはず。これもう決めがいっちゃう。オーク、スイスクシ入った。オーケーオーケー、スイスクシ入ったのでかい。オーク時間が足りるかどうかだな、これマジで。多くは置くけど。多くは置くけど。あえて UFO を切って、UFO で邪魔をしに行く？でも邪魔して浮かせたらまずいのか？取りだ取れるね。攻めきれないな。何がきつかった今。時間稼がれちゃったってとこか。まあ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 、とりあえず判定。負けなきゃよし。まあ勝たないとキャラ P 増えないんだけど。キャラ P か。合ってるか。いやー、早。ホラー側はね、この固定やってる時苦手なんですよね。サイクロプスのスキルにお願いしようか。お願いサイクロプスしよう、お願いサイクロプス。ビーム2発だったら3発落ちてると思うんだけど、ビーム3発打ったらそれは無双だから、打たない可能性もあるんだけど、で、サイクロプスってフォアのスキルで普通に止まったりとかするんで、しっかり大砲でカバーしてあげることができればいいんじゃないかなとは思いますが、まあ一番いいのは、第3まで取って、第4攻めて、で、きついって言ってフォアが切らして、回収して、流して、サイクロ直当てが一番理想。それができるかは知らない。これも削らせないようにしよう。削らせたら、取られちゃう。取られちゃう、これ取られちゃった。え、メタドラ早っ。でもメタドラそこ切ってくれたら悪縁行く、 UFO 行く。 UFO でやれるから、あいつは
ワンパンに参加くないんだよな、できれば。UFO でやれるんだけど、普通はね。UFO ってか、あれ、アケンでやれるんだけど、やれないのは、これは弱すぎる。ふざけんな、マジで。アクエンが弱すぎる。削ってもらってからだね。なるほど。それは無理だ。それは回収する、さすがに。うん、そこもやってもらって、こうしてサイクル行こう。いやいや、ふざけんなよマジ。相手のスキルの運ゲー率やばいだろさっきから。こっちスキルワンパン全然打たないけど、取ったけど。スキル打ってよサイクロプス。打ったけどさ、ひどいな。そうだよね、打てないよね。もうこれは無理ですね。取ったわ。それやってもらって、いや届かないよね。そうだよね、したけど、まあ無理だね。おお、もうアンパンか。まあしょうがない、これは。 UFO が頑張ってるに見えるけど、倒せお前最後それ、やれ。ナイス。まあ意味ないんだけどさ意味ないんだけどさ。はい、そんな感じでした。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今気づいた事件があります。 UFO そこ振るなんですけど、団子振ってなかった、ちゃんと。知らなかった、俺全部振ってると思ってた。はい。アビ UFO でした。UFO サキバスでやってきました。まあ、虹バッジ出たから UFO 裏でもいいんじゃないかなって感はあるんですけど、リーダー UFO によって、大砲が2択。まずね、一発耐えるんですよ。で、それプラス、なんだろう。メインが、裏の4コスじゃなくて、メインが UFO として素出しできるところは、まあ面白いのかなと思いました。以上。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。